こんにちは、大和駅研究家の三笠玄山です。はい、今回はですね、こちらに書いている9割の人は知らない神秘十字線の裏の読み解き方ということでね、神秘十字線についてすごく深くね掘っていきたいと思います。まずね、今日は3つの流れがあります。1つ目、神秘十字線とはどういう意味があるのか、でそれをさらに強める作用がある、そういう手相とかね、そういう形はどこにあるのかとかね、あと指の形とか大きさも影響してくるんですね。で最後にその覚醒法ですね、さらにその神秘十字線を一緒になって育成していくと、手の中でね育てると、そういうところまでお話していきたいと思います。まず最初に1つ目、この神秘十字線は何かというのは皆さんねよく聞かれると思うんですね。で神秘十字線というのは、この手の真ん中にあって、冥道あたりにあって、で、直感に鋭い霊感がある、だからあと危機回避ができるとかね、危険なことをパッと回避できるとか、奇跡的に助かったとかいう人多いですね。それたくさんいっぱいコメント欄にね書いていつももらってるので、あとさらにカウンセラー的なことができると、その人の危険も感じれるので、だから学校の先生とか占い師とか、そういう例えば相談をする人とか、あと弁護士とかね、なんかそう相談を受ける人に職業としていいんじゃないか、あと社会貢献とか社会奉仕をねするような人にもついているという方で、ね、看護婦さんとかね、そういういろんな人にも出てますよっていうことで、これはねここまでは皆さんもね、聞いたことある、で自分の手見た時に大体自分の手の中心にね、十字があるかとかね、でこっちの方にあって薬指の下にあったら、だからそれが芸術的とかアートにいいとかね、こっちにあったらそれこそもう博士とかね研究者にいい、発見する人にあるとか言って、大体神秘十字線はね3本ぐらいここにあったらいいっていうのはあるんですが、さらに今回ちょっとここですよね、裏の読み解き方、普段あまり言われないことをお話していきたいと思います。でね、なぜかというとね、神秘十字線って基本的に中指の下に出てくるじゃないですか、基本はね。で中指の下にある神秘十字線を強めるかどうか、これが強いかどうかを分かるということは、当然この中指が例えば長いとか、中指のこの根のここですね、ここちょっと図あれなんで、ここが太いとかね、幅が太いとか、しっかりとしてるとか、そういう人はやっぱりこれアンテナなので、ここから入ってきますから、ここが長い人、太い人で、綺麗にまっすぐ伸びてる人っていうのは神秘十字線がさらに強いと見ます。だから普段からこういう形でね、こういう形で中指をしっかりまっすぐぐねぐねぐねっとするだけでも、しっかりここがまっすぐなるし、感覚が鋭くなります。霊眼門ですね、ここにこういう形で霊眼門がある人、こういう人も神秘十字線と連動しているので、神秘十字線がさらにね太くグッグッと書かなくても、ここに霊眼紋があったり指が長かったりまっすぐしている人は、神秘十字線が覚醒していると、まだまだ隠れた才能がありますよということです。よく言われるのは白魚の手っていう形で、白魚っていうのは白い人ですね、白い手の人の方が感覚値は鋭いと言われてますし、あとそういう人に限ってこう目が綺麗に光ってるとかね、そういう人も目と連動してるんですね。指紋、この指紋もねいつも出てくるんですけども、この指紋が、こういう渦巻き、要するに流れ紋じゃなくて、流れ紋っていうのは周りの人をね気にする日本人らしくて、もう僕が指紋鑑定したらほとんど皆さん流れ紋なんです。でたまにこの渦巻き紋、いわゆる球状紋っていう人がいるんですけども、この球状紋がこのところにしっかりとあって、綺麗な球状紋があったとしたら、これだけでも実は神秘十字線を強く強めてます。この渦巻き紋っていうのはやっぱりすごい、あのスピリチュアルというんですかね、感覚値の高い人に出ますので、ぜひ自分の指紋が何なのかっていうのも見てください。それとやっぱりこれですよね、ここ皆さんご存知のように、このねいつも神秘十字線言ったら、ここに当然こういう形で線が出てきて、でこれでこう入って、でこういう形でここに出てきて、でこういう形にすればこれラッキー M になりますね、ここをこう通っていればね、はい、でしかもこのラッキー M がこの神秘十字線をクロスして通っているとなれば、これもなかなか鋭い神秘十字線になりますので、で神秘十字線の時に、当然この時の条件は、頭脳線と、環状線がのところにこのブリッジで通っているとね、ブリッジ的に通っていれば当然ここ通りやすくなりますので、こういう形でラッキー M がはっきりと出てきます。隠れたラッキー M なのかもわからないですけども、このラッキー M の中に、神秘十字線がある、もしくは神秘十字線を使ったラッキー M があると。
で、こういう人なんかもやはり鋭いと言われています。じゃあ今回3つ目ですよね。開運覚醒法、どうしてじゃあこの神秘十字線をさらに育てていくの、覚醒するのかということは、もしこういうラッキー M 的なものがある人であれば、当然こう手をねグッとこう合わすだけでも、その M と M がありますから、例えば右手にあります、左手にはちょっと神秘十字線ないんですっていう人も、こっちとこっちでこうしたらね、このハンコのように乗り移っていくので、どっちかにもしあればあるなと思って、それをこうなぜてね、僕はあるのでたまたま何回もこうなぞります。まあ書いてもいいんですよ、金のペンで。でも自分の手でなぞって、でなぞってな、3回ぐらいなぞって強くなったかなと思って、それをこうやって手と手とこう合わせてするとか、あと例えばグッパーグッパーグッパーってしてパーにした時に、やっぱり線って濃くなりますよね。こう体動かして線を動かすと線が濃くなったりとかしますし、視線も太くなります。それでラッキー M を太くして、神秘十字線を強くしてから、それを両手で合わすと、でそういうやり方もあります。なのでここの神秘十字線、せっかく持っておられるので、あ、神秘十字線があるだけじゃなくて、書いてみたりとか動かしてみたりとか、他にねこういう指の長さとかね、指の幅とか、霊眼門ですね、霊眼門があるかないかとか、いろんなところからね見ていっていただければと思います。そして最後に、この神秘十字線がすごく活動してきて、周りの人にこういうカウンセラーとか奉仕のねお仕事をされてくると、必ずここ、この部分、いわゆるいつも言ってる陰徳門、これがねスーッと同じ長さでずっと下から出てきて、それが濃くなってきます。不思議なんですけど、これ濃くなってくる人多いんですよ。知らなかったらここには存在しないんです、陰徳門は。だけどこの話を聞いて、ここから出てくるよって言ったら、大体皆さんその最初にね元はあるんです。それが出てくると陰徳っていう形でそこが活動するんですね。すると結局いい話とかね、いい情報とか、会いたい人に会えるとか、そういうまた人生こう回転してね、どん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 人生が開発されるというか、それにまた好転していきますので、神秘十字線からいろんなものを使いながら、最後にこの陰徳門がね良くなって、ご先祖様感謝とかね、そういうのをしていく上で、また皆さんがね周りの人を幸せにしていくという、そういうね形でこうずっとこう回っていくような、リンクしていくようなね神秘十字線になればいいと思います。皆さんの中にね、これがなかった、これがなかった、これがなかったとか言ってマイナスにするよりも、引き算にするよりも、あ、これもあった、これもあった、これもあったっていう足し算にねしていってもらった方がより楽しいと思います。はい、ネガティブよりポジティブですよね。でこういうののねまたお話も、やってますので、もしよかったらメルマガ登録していただいたら、こちらの方からね Zoom の招待状を送ってますので、その時はツイナのライブという形でね、ちょっといろんなことやってますので、ぜひまたそちらの方もね遊びに来てください。そしてまたこの今回聞いたこういうこともね、コメント書いてください。コメント書くと絶対開運するんです。僕もコメントできるだけお返しするようにしてます。でコメント書くことによって自分の新しい息づきもあるし、皆さんのそのコメントを他の人が集合的無意識で読まれてるだけでも、すごくそれは開運の兆しになるんです。だからコメント返しとかコメントをするっていうのは、すごくこの話の中に参加してることになるので、ぜひねコメントもいっぱい、お待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。